ツスドリは、オーストラリアにおいてよく見られる小中型の鳥類である。本州はこれまで、ツチスドリカグロリンイデイや、王中かダイクレリーデイに分類されていたが、二千八年以降、新しいカササギヒタキカマナーカイデイに置かれるようになった。タスマニア州並びに、西オーストラリア州の北西部に及ぶ内陸の砂漠の一部を除くオーストラリア全域に分布し、タスマニア州では、 稀とされる。都市並びに農村部とも普通種で極めて広く知られた鳥であり、人のいる場所にうまく適応している。本種はまた、ニューギニア島南部にも生息する。土チス鳥は、1801年に、イギリスの鳥類学者、ジョン・ラサムにより、コルバスサイオンをリアカかすのが不明で、初めて記載された。多くのオーストラリア産鳥類と同様、英名は、ヨーロッパからの入植者に、 馴染みのある北半球の鳥類に対しての類似点により名付けられた。本種の英名はマグパイラークであるが、実際にはマグパイでもラークでもなく、その他鳥類との事実関係は不明であるが、別にどちらも禁煙種ではない。本種は伝統的にデイドデスを作る大土すどり加工からしだから、土すどりカグロリンイデイ、もしくは王中華ダイクレリーデイの中に置かれていたが、 現代の DNA 研究において明らかにされ、今日では、カササギヒタキカマナーカイデイのグループに分類されている。ツキスドリには一般に多くの別名があり、南オーストラリア州では、マレー・マグパイ、ビクトリア州や西オーストラリア州では、ムドラークとされ、また、ニューサウスウェールズ州やクイーンズランド州においては、ピーウィーとして知られ、ピーウィットとも呼ばれる。本種は、ピルバラの中、 西部のアンジェバーンディ族の間では、アリンバーグとして知られていた。ニア種が認められている。ツチスドリのメスメスは、喉が白く、オスの喉は黒い。ツチスドリの若鳥ツチスドリの成長は、全長約27センチメートルで、黒タ鳥ぐらいの大きさであり、くっきりとした黒色と白色のブチを持つ。体重は、オスが63.9から118グラム。 メスが60から94.5グラム。上面は黒く、腰は白色で、黒い尾の先端は白い。胸に黒色があるが亀を呼び、下尾ずつは白い。黒い翼には白斑がある。頭頂は黒く、くちばしは白色で、目の交際は黄色味のある白色。足は黒い。遠目からは雌雄ともよく似るが、識別は簡単であり、メスは、 白色の額と喉を持ち、オスの喉は黒くて、白い、眉藩を持つ。幼鳥や若鳥は死ゆとも、メスのように喉が白くかつオスのような白い眉藩と、黒い花眼線があり、くちばしや目は、暗色で、それに、白色の腹を持つが、額及び頭頂から、後首や胸にかけての黒色は、褐色身を帯びる。土酢鳥は、オーストラリア一帯の身近な場所に生息する。 単独もしくは、つがいで電線に止まったり、露出した地面の一角、とりわけ水辺地帯もしくは沼地を歩き回っている。餌を捕らえたオス主に肉食性の種であり、昆虫や巻貝など多様な種類の小さな生き物を食べる土すどりは、異なる広範な生息域に適応することができ、わずかに必要なものとしては、祭事のための拉致や巣を作るためのデードがあること。 それに映像するための木があることである。彼らは農耕から大いに恩恵を受けており、肥沃な地域の密林の開拓や乾燥地帯の地下水の供給は、共に笠先笛ガラスや土素鳥のような露出した土地やタンクサの地で採食する種にとって恵みであった。見晴らしのきく場所において観察していると、それぞれ数十羽からなる緩い群れとなった土素鳥の集団群が観察される。 周期には共同のトグロを作り、時に500羽ぐらいの群れとなって採持する。そのような行動は、とりわけ豊かな農業地域では一般的である。この行動は、単に豊かな採持領域を示すとも考えられるが、おそらくは都外形成ないし繁殖に関連する。土すどりは、積極的に縄張りを持って、果敢によく防御し、6から8ヘクタールとなるその縄張りでは、 カササギフエガラス、南渡りガラス、ワライカワセミのような大きな種や、さらには、オナガイヌワシなど、猛禽類にも対抗する。彼らはまた自分たちの縄張りを守るために人間を攻撃することが知られており、そのような攻撃は普通、映像場所の60メートル以内で起こる。人への攻撃は、ズグロトサカゲリや、カササギフエガラスほど激しくはないが、 それらはやはり受ける者の,の衝撃もしくは軽い傷を負うこともある。程ードの巣にいる2羽のヒナ本種は一般に生涯都外として共に縄張りを守る。巣は円形で直径およそ15センチメートル、側面が垂直の湾型であり、通常は近くに水があり、高さ約6から15メートルの水平の枝や電柱の横領の上などに作られる。 草や植物性の素材が0度に厚く練り込まれて作られ、そして十分に草を呼び毛や毛が敷かれる。繁殖は時節に応じ、通常は、肥沃な南,南では8月から2月にかけて乾燥地帯では決まって、雨の後であり、また一度に複数のひなが条件の許す限り一般的である。一服産から5個の卵を死ゆともに放卵する。卵の大きさは、 約2 9 2 1ト、mm、ルで白から泡桃色に赤褐色を帯びた反転やシミがある。卵は18日までに孵化し、ヒナは孵化後およそ3週間で巣立つ。時にその巣がすべてのヒナに対して十分な大きさでないことから、ほんの少しのヒナだけが生き残ることもかなり一般的にあり、それゆえあるヒナが時として別のヒナを巣の外へと押しのけることもあり。 ヒナは落下で生き残らない可能性が非常に高い。巣立ったヒナは、その後3から5周にかけて親鳥から救仕される。土素鳥のオス土素鳥は、世界中の鳥類の中で、私有一種になってさえずることで知られる2 0余種のうちの一種で、ある。つがいが翼を高く上げて泣き交わす。通常、オスから泣き始め、それぞれの相手がおよそ1秒間に1つの調子を、発しては、 半秒ほどくぎるが、さえずっている鳥が一羽ではなく、実際は二羽であるということを、人は気づきがたい。従来、その泣き交わしの機能は、縄張りを守るため、または、つがいの絆を維持するためと考えられてきた。さらに最近では、それが、婚外関係を防ぐために役立つのではないかと、言われている。すなわち、オスはつがや相手を引きつけるために泣き、メスは、 この特定のオスがすでに相手がいることをメスの競合相手に知らせるために加わるとする。鳥のさえずりについてはこれまで多くの調査が北半球でなされているが、そこでメスのさえずるものはかなり少数であり、鳴きかわしについてはほとんどよくわからないままである。土すどりの場合、鳴きかわしは協力してなされることが現在知られている。死友は自分たちの縄張りを守るために一緒になって、 さえずる。土すどりは単独の競争相手の声よりも他の鳥の鳴き交わす声に反応してより活発にさえずり、また、既存及び近隣に縄張りのある見慣れた鳥よりもむしろその声の主がまだ知らないものである場合により積極的に鳴く。ただし、近くにいるつがいの間違った場所からの鳴き声には激しい反応をきたす。このことは明らかに彼らが 近隣にいる者が誰であるかについて正確に把握していることを示している。ありがとうございます。